向けにです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラシューやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、52マス貫突企画ということで、本当にありがとうございます。はい、まあ今回も新たなキャラクターが貫突して登場していきます。皆さん何だと思いますか？まあこれはね、見たかったんではないでしょうか。このキャラです。フィルムレッドのウタちゃんですね。はい、フィルムレッドのウタちゃんの52マス貫突企画になってきます。いやいやいや、すごないかと。はい、またここまで解放してる素晴らしきキャラ愛を持ってる方に、今回出ていただきますね。はい、まあ早速ね、その方の紹介をしていきたいと思います。はい、こちらドンマイさん所属、秋のしぐれアキさんでございます。よろしくお願いしますと。はい、いうことで、まあ、今回ね、52マス貫突企画うたちゃん初登場なんですけども、はい、まあアキさんがねやってのけるということで、いや、めちゃくちゃうまかったです。はい、まあぜひともねプレイ動画、ぜひとも楽しみにしてもらいたいんですけども、まあ恒例のねコメントを見ていきたいと思います。新キャラで長州力さん来ないかな？来ないです。はい、それではですね、一戦目見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いう中で見ていきましょうか。はい、皆さん、うたちゃんの貫突見たことありますか？いや、俺はねないんですよ。マジガチの初見なんで、俺もねめちゃくちゃ気になる。うん、やっぱ火力面とかね気になるよねっていうところで、まあ一発目見てご覧に入れましょう。ここです。はい、一つ終わりのワンパーンからのジャスカイのこの歌、これうまいね。これめちゃくちゃうまいわ。いや、ナイスナイスナイス、ジャスカイからの歌歌で、しかもあの、まあウタちゃんはね HP 回復してるから、ルフィに倒させてあげて、夢ルフィのバフをかけさせてあげてると、なんという素晴らしいこのチームプレーでしょ。俺は歌歌状態になったら、俺はもう俺のキルいやいやいや、まあそんなことないんでね。はい、でここもね、しっかりとこのウタちゃんでやっていって、ルフィとやっていくと、いや、なかなかいいですね。でこれね、うまいね。これはしっかりと一直線に、あのモネ と、オロギが並んだところをしっかりと突進してますね。これウタちゃん大事なんだよね。俺できないけどあ、俺一応できないことでも、あの解説はできるんでね、皆さんそこはね、しっかりといや、めちゃくちゃもう今100点満点じゃないんでしょうか、っていうぐらいマジでウタちゃんをね多分使い、もう愛してんだろうね。これもう分かるもん、もう歌を使いまくったよっていう証拠ですよね。さあ、でこっからね、まあブースト、敵部が来るところなので無理に攻めないですよね。もう正解ですよね、もうこんなの。ね、なんで、ここのね、取り際の旗をしっかりとゲージ食べたらめちゃくちゃいいね。ね、ここもね、オロビの裏抜けが怖いということで、裏取り注意と。いや、これは大事。マジで大事。さあ、で、こっちのブーストも来てるんですけど、ここもね、あの、無駄にね、はい。おぉ、何してくれとんじゃい、つって。はい、これは面白いですね。はい。で、ここもですね、しっかりと、まあ、タッシギ。このタッシギはちょっと可愛いですね。はい、でこのジャスカイうまいうまいうまいですね。さあ、でここね、ここだいぶ辛抱強く待ったね。ここここはだいぶ辛抱強く待った回避。トクロソ一番食らっちゃいけないやつをしっかりとジャスカイしてますね。はい、いや、マジでうまいガチでうまいっすね。はい、でこのシャンクスもピロピロピーンとやっていくと、いや、うまいな、うまいっすわ。ナイスジャスカイ、見てますね、しっかりと。さあ、でここはねもう取られたくないとこなんで、もう体張って止めにかかってるって感じですね。さあ、耐えきれるかっていうところなんですけど、残り10秒なんで、まあね、倒しても結構抜きづらいね。うお、ナイスジャスカイからのピロピロ、よく耐えたね、耐えたナイス。これも貫突のおかげでしょうか。いや、うまいな普通にいや、ナイスです。出よう。はい、それではですね、2戦目見ていきたいと思います。よろしくお願いしますと。はい、いうことで、このなんとシャンクス100が敵3体いる中、このウタちゃんがしっかりと暴れますんで、まあぜひとも見ていただきたい。はい、いや、うまいですね、ウタちゃんのも使い方も熟知されてますね。はい、さあ、これは一つに合わせてのスキル2でドッカンと。なるほどなるほど。
さあでしっかりダメージ当てて、でもこれはねスキル1の間合いに、まあ、だけにしか持っていってないから、もうスキル1だけしっかり見とけばいいという、状況を作ってますね。うん、でもこれは多体1なんで絶対キットにね入ってもらって、こういうね、しっかりと隙できた時にやっていくと、うん、いやなかなかあいつ、いや火力、うん、火力がえぐい。さっき歌2万入っとるしはい、でこれもしっかりとねさばいていくと、うん、もう開幕早々シャンクスに切るからのこの3体目、はい、でこれはねしっかりと合わせての歌うたでいやめちゃめちゃ仕事しすぎなんよはい、でここはですねおそわマスク、しっかりとね視野に入れてるので、これねしっかりともうすぐね反応して、見てくれるんですよね。いやこういう歌ちゃんいいっすよね、マジで。うん、めちゃめちゃ助かる。もうキットからしたらめちゃめちゃ助かるよね。うん、でね、まあ、これ探してるんですけども、はい、見つけたこの時のおそばの気持ちを俺ちょっと知りたいですね。うわーって思ってるんだろうな、きっとな。うん、俺も多分思ってる俺がおそばでも同じ気持ちだ。はい、うん、でここはですね、キットが、キルを持ってってくれて、まあ後ろはね あとは見てくれるかなということで、中央に戻ると、はい、いう感じですね。うん、でまあ歌うたがもう少しでたまるっていう状況で、はい、でここはシャンクスタイマーでもしっかり入るね。で耐久もやっぱ高いわ、やっぱ歌ちゃん。うん、でこれスキル1しっかりと避けて、これ距離取っていくんだよね。はい、でスキルに合わせていくと、いやうまい、めちゃくちゃ、いやうまいジャスからの、これですね、回復していくと、うん、で、まあ、スキル1ね、シャンクスのスキル1は、シールドがあったんでね、なんなりとセーフと。いやめちゃくちゃうまいですね。うん、でここ、ここは1回ダウンもらって、いやでもやっぱ耐久も強いか、やっぱ強いですね。うん、でここはですね、あのどっちも見れるポジションに移動するんですね。はい、これめちゃめちゃいい。うん、もうあと3コマ守ればいいだけの話なんで、ここやられたらやっていくっていうので、しっかりとスキルに合わせていくんだよね。いやうまいですね。はい、でまああとはですね、これは裏はね、まあ、ここはさすがに動かない方が俺もいいと思う。うん、であとは裏はもうちょっと味方に任してっていう感じですね。うん、でも全然3枚いるんでね、守れそうっていうことで、まああとは、ピロピロピンっていう感じですね。はい、いやナイス、いやうまいですね。はい、それではですね、ラスト3戦目見ていきたいと思います。さあこちらの鬼ヶ島になってきます。さあ鬼ヶ島はねかなり忙しいステージになってくるので、さあここでウタちゃんがどういった活躍を見せてくれるのかちょっと楽しみですね。さあ味方が虹行ってくれるということなので、ここのシーハタ、あ確かにこのシーハタのウタちゃんの、まあちょっと気になりますね。さあこれも先ほどと一緒で一つに合わせてスキル2をぶっ破していく。でこれね、これは大事ですね。まあ、シャンクスがいるんで、まとめてスキル1食らわないように、後ろに下がると。うん、これは大事。で、シャンクスが前行ったんでね、ちょ、行こうかなというところで、しっかりとジャスカイ入って、無敵中に、しっかりとね、方向合わせての歌うたと。うん、いや、うまいわ。めちゃくちゃうまい。さあでここね、ちょっとジョズの、様子を見に来て、下に下がって、いやこのゼファーね、これはね自陣から出ちゃうとこうなっちゃうよね。さすがのゼファーもダメと。うん、でこれね、しっかりと回避誘って、俺もあれ引っ張るのよね。そうもう歌ちゃんがちょっとピクリとも動いてしまうとね、歌歌をじゃないって思っちゃうからね。うん、さあでここはジョズに任せて、これ裏のね、シャンクスを見てあげると。ただねちょっと歌ちゃんもね今ねスキルがないんでね、ここちょっとしんどいところではあるんですが、さあここ一回ダウンして、さあ両方のスキルが溜まって歌歌で決めていくいや気持ちいいなこれ見てて。うん、でこれはですねしっかりと取り際ですね、取り際、やっていくと。いやこれもいいですね、俺も取り際だな。はい、でこれねシャンクス吐き状態切れてるんで、はい、跳ねて跳ねて跳ねて歌ちゃん、いやうまいわこの人、うまい。ちょっと待って、この人プレイヤーランク64っすよね。
いや末恐ろしいわガチで。はい、でこれも合わせて無限にはめていくと、はい、で歌で完全体にまだなりましたね。これ完全回復で裏も見ていく。いや仕事量がえぐいんだってはい、これもよく我慢したね。はい、でこれ合わせていくと、いやうまいねこの方マジで。うん、でこれね、はい、でこれ歌あこれはね当たんなかったか。うん、なるほど。いやでもこれブースト中なんでね、そんな無理する必要ないんでね。うん、さあで回避使った、でいやはめていくでまとめてドンいやこれは気持ちいいな、これは気持ちいいっすわ。うん、でここゼファーね、さすがにこれはねちょっとシールド剥がされていくんですけど、いやダメージ入ってあでもあマジか。はい、で、歌かけていく。さああとここ1本取った。いやえぐいわマジでえぐい。いやちょっと待って、解説おっつかん鬼ヶ島はマジで追っつかんけど、わかるでしょもうこの強さでジャスカイしていく。いやうまい、これ歌あったら決めれたね。さあこれは惜しいところではあるんですが、しっかりと、守っていくと、いやナイスすぎる。はい、てなわけでですね、参戦終了でございます。ありがとうございましたと。はい、いうことで、まあ、今回ね、アキさんが使われている、うたちゃんのサポート編成メダルを見ていきましょう。で、これね、めちゃめちゃありがたいことに、このパーティー1っていう書いてるところにですね、しっかりと、ゲッター、麦わらの一味、超人系、船長、グランドナインって書いてくださってます。ありがとうございます。はい、まあ、なので、まあ、これでねグランドラインをしっかりとつけて、まあ、赤対策をしつつ、まあ、やっていくという感じですね。うん、で、気になるねメダルの方なんですけども、俺初めてこのメダル見ましたね、この組み合わせ。ジンベイ、ゾロ、チョッパになってきます。で、しっかりと中身と固有特性に関してはちょっとねこの後ちょっと見していきますね。はい、ただ、まずは中身を見ていきたいんですけども、はい、攻撃力、しっかりと、まあ、70ガンブリの、体力と防御力、うん、要は体力上げることで、まあ、シールドをね少しでも伸ばして、でその耐久値を上げるために防御力を上げてると、はい、いう感じのこの体力と防御力をしっかりと分けてる、中身ですね。うん、めちゃくちゃいいと思う。うん、まあ、それでシールドも生きてくるし、そのシールドが剥がれた時も耐久値上がってると、うん、いう感じになってるんで、なかなかいいんではないでしょうか。はい、まあ、気になるね固有特性とメダルの中身見ていきましょう。はい、こちらになってきます。まずね、ジンベイの固有特性がクリティカルが発生した時スキル1のクールタイムを短縮していくと、はい、まあ歌の方ですね。はい、でこちらのゾロ、敵を吹っ飛ばした時スキル1のクールタイムを5% 短縮ということで、まあスキル2をね、しっかりと当てた時にスキル1短縮と、はい、でこちら自分がいるお宝エリアに味方がいない時スキル1のクールタイムを短縮すると、まあ敵陣自陣関係なしに、味方がいなくて一人ぼっちの時に、しっかりと短縮していくと、はい、いう感じのこういう特性になっております。で中身がですね、フィルム Z スキル1が 14% 麦わらの一味が、20% と、これであの強さかと思ってしまったよねはい、まあ、今回ねアキさんがやられてるメダルの、中身情報になりましたと。はい、いうことで、まあ、今回ね、うたちゃんの50リマス貫突企画アキさんによるプレイでした。まあ、ぜひ皆さんねよかったよ、まあ、うたちゃん最高って思った方はですね、ぜひとも、高評価よろしくお願いしますと。はい、いうことで今回はこれで終わりたいと思います。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。じゃあねー。